皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、キングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート33やっていきます。ホロバステに戻ってきて、アンセムの研究所だったかなに来て、まあドナルドがね、あのパソコンにいたずらをして、なんとこのなんか多分電脳世界なのかなに、引きずり込まれてしまいました。でこのままあの行動しないでいると、なんとデリートをされてしまうということで、それを防ぐためになんとか脱出方法を探しにね行こうと思います。扉のロックをこうするデータを集めてフリーズすれば脱出できるんだ。だけど問題なのはデータを取り出す手段がないってことさ。あ、でもまあこれ鍵ということなんですけど、キーブレードでもいいのかな。おやっぱ良さそうじゃない。そりゃ受けてみろ。そりゃこれいけるじゃん。MCP 様、なぜトロンを消去しないのですか。データエリアのパスワードがまだわからないのだ。パスワードなど MCP 様のお力をもってすれば。外が騒がしい上に部下が頼りなくてな、なかなか解析に集中できんのだ。行けサーク、システム内の不始末は全てお前の責任だ。わかりました。画面一面の顔とでかい顔のおっさんがなんか喋ってましたね。驚いたな。君は特別な力を持っているようだ。キャニオンへは僕も行くよ。君たちはエナジーコアの再起動なんてできないだろう。助かるよトロン。これ何の世界？なんかトロンって映画あったよね。ディズニーアニメじゃなくて、こう、なんだろう、海外の、ね、映画なんかも、まあ、ウォルト・ディズニーが手掛けているっていうのはあると思うんですけど、そういうのも参戦させてくるんだな、キングダムハーツ。よーし。ピッツェル周辺の地図。普段映画とかさっぱり見ないんで、これ発売された当初なんか、こういうディズニーアニメもあるんだな、くらいにしか思ってなかったですね。あれかな、ドライブリミットフォームを少し試してみようかな。パーティーヒーターどうしたっけ今。こうなるのか。OK、まあ、戦いにくければまた考えます。その日に置いてる宝箱がね気になるんですよ。でも中央の部屋に行けばいいんだろうけど。それはそんなね分かりやすく置いてたら拾うでしょう。よし、あれはどっち取るんだ。え、あれ高すぎるでしょ。無理だな。まあいいや、アクセス。これがエナジーコアだ。パーツ探すな。は？セイ。ああ。や。は。セア。意味なかった。ああでも当たった。だいたいこの位置だろうなくらいにしか思ってなかったけど当たった。あ、一回でいいんだ。
ん？これで戻れるの？何書いてんだかわかんねえ。任務完了？あ、実は頼みがある。うん、引き受けた。内容も聞かずに？助けてくれたお礼だよ。君たちはやっぱりユーザーだな。行動が全く論理的ではない。さあ急いでピットセルへ戻ろう。それどこだっけ？僕らが出会った場所だよ。了解。あの牢屋的な場所だね。まあ論理的な考えができないってのもね、人間味があっていいじゃないですか。で研究室、あ、戻れる。よし、それで頼みって。僕のユーザーに会って DTD にアクセスするためのパスワードを聞いてきてほしいんだ。DTD はデータエリアの名前さ。ユーザーがそう呼んでいたんだ。そこにはオリジナルのプログラムや秘密のデータが保存されているんだ。ハートレスや13機関の情報もかな。うん、おそらくね。僕はここで MCP と戦っているうちに少しずつプログラムを吸い取られて本来の能力をなくしてしまった。でも DTD に保存されているオリジナルプログラムがあれば元の僕に戻ることができる。そしてこの世界を MCP が今みたいに改造されてしまう前の、そう、ユーザーのために働く忙しいけど充実した世界に戻したいんだ。ねえトロン、MCP もプログラムなんだよね。誰が改造したのかな。それは僕も知らない。よし、トロンのユーザーに聞いとくよ。ねえ、その人の名前は？なんだ、知ってると思ってたよ。僕のユーザーはこのシステムのユーザーと同じ賢者アンセムさん。アンセム？参ったね。MCP に気づかれたな。ターミナルとエネルギーは僕が確保しておくから、君たちは早く外へ。うん、でもトロン、アンセムは。僕ら今アセか。よし、これでターミナルが使える。急げ。ん、ドナルドには何か考えがあるのか。この中で一番論理的に送れないけど、あいつ。一応元の世界に戻ってきたのか。やった。お前たちどこにいたんだ。それがこのコンピューターの中に世界があってさ、その中ではプログラムが暮らしていて、つまりパスワードがわからない限りアンセムの研究データは手に入らない。多分そういうこと。しかしアンセムは空たちが倒してしまった。僕たちでパスワードを見つけられないかな。それは雲をつかむような話だ。誰を捕まえたし？ん？こんな部屋があったんだ。もう一度調べさせてもらうわね。またなんかとんでもないもの見つけていく？わわわわ。あの人頑張るよな。負けないぞ。
僕たちも頑張ってパスワードを探そうよ。そうだよな、トロンとの約束だもんな。今こんな無茶苦茶だったっけか。ちょっとごめんね。まさか。こんな暴力的だったっけかこの人。少なくとも俺の中のあのティファのイメージはちょっと違うんだけども。落書き？ふぅー、バイン食事機ドロンドラッグ。何かの設計図かな。ドラッグダウエス。あっ、ディ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 。どうした。ほら、ここにあるのがきっとデータエリアのことなんだ。 DTD ドアトゥダークネスの頭文字。なるほど。しかし問題はパスワードだ。ドアトゥーダークネスは闇の扉という意味だね。まさか。おっさん、なんで13時間格好してるんだ。王様、久しぶり。13機関に気づかれちゃうよ。闇の扉がどうしたの？お、はい。僕たちはパスワードを探してるんです。パスワード？ああ、合言葉のことだね。闇の扉なら7人のプリンセスを集めれば開くよね。白雪姫、ジャスミン、ベル。なるほど。何が始まるのかな。パスワードが分かればアンセムの研究データを調べられるんだって。それじゃあアンセムの行方が分かるかもしれないんだね。いやだな王様、アンセムは俺たちが倒しちゃったじゃないか。君たちにはいろいろと説明しないとね。お願いします、王様。じゃあまず最初に。調査進んでるみたいですね。トロンが待ってるんじゃないのか。僕ならまだこの町にいるよ。ハートレスが攻めてきたらレオンたちと一緒に戦うつもりなんだ。うん、俺たちも。じゃあ後で話そう。しっかりするよ。さあ、行っておいで。ああ、そうだそら。君の服に新たな力を授けよう。本当？うん、今までいろいろと頑張ってくれたからね、僕からのお礼さ。ありがとう王様。俺たちトロのところに行ってくるからちょっと待ってくれよな。うん、気をつけて行っておいで。どんな力？マスターフォーム。仲間2人の力を借りてドライブコマンドでマスターフォームにチェンジできます。ブレイブフォームとウィズダムフォームのなんか足して2で割ったようなスタイルだったかな。両方強いんだよね。マスターストライク、1体のターゲットを何度も攻撃する超強力なコンボフィニッシュ技をお願いします。これ使うと一人ぼっちになっちゃうんだもんね。エアドッジ、空中でバツを押すともう1回ジャンプします。あ、でこのフォームも二刀流なんだね。何つけよう。
スだよね、やっぱモノクロン。なんか現段階でなんかアイテム1個逃してる気もするんだけど、それウクレレチャーム。あ、そういえばさっきスティッチいたもんな。まあ、いや、途中で取り逃してるような気がするアイテムはそのうち回収しましょう。よし、じゃあもう一回あの場スペースパラノイアだっけか、パソコンの中に入ってトロンをね助けに行かないと。自分の体がああいう風にバラバラになっていくのは想像するとゾッとしますね。トロンはどこにいるのかな。グーフィー、ダメ。あれ？グーフィー。おや。僕じゃないよ。僕じゃないよ。ゲームへようこそ。ゲーム？そう、ゲームに参加してもらおうと思ってな。お前たちが負ければ消去、勝てばお前たちの勝利などありえない。ゲームだって、やらないぞ。拒否権はない。それならさっさと始めろよ。じゃないとこっちもやる気起きねえだろ。ライトサイクル。左スティックで移動で、LR で旋回。ライトをレフトが表示されているときに押すと曲がれる。空も敵も3種類のアクションで戦う。チャージを潰せる。ガードを壊す。あ、3スクビになってるんだ。よし。バイクじゃん。ミニゲームあれでいいの？やった！あそこから脱出できるぞ！あ、わざわざ。おい！なんだなんだ。するんだけど、あ、間違えた。跳ねろ。上がりきれない。
気が合ってるのかどうかそれよくわかんない。日々発見。浮いて、なんか閉まらないけどとりあえずクリアだ。あ、トロン、トロン、大丈夫かおい。君たち、どうしてここに？パスワードを伝えに来たんだ。送信してくれればよかったのに。送信？そんな知識があるわけないじゃないか、こいつらに。調子悪いのか？大丈夫、DTD に行けば治るさ。大丈夫なのか？一緒に連れてって。じゃあ今回はちょっとここら辺で終了しようと思います。いや、なんかこのデータの世界を冒険するっていうのもちょっと面白いですね。まあこの作品のこと俺さっぱりわからないけどね。はい、じゃあ次回も引き続きスペースパラノイド攻略していきますのでよろしくお願いします。というわけで、というわけで、キングダムハーツ2ファイナルミックス実況プレイパート33、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てきれなー。